昨今科学技術の進歩によって私たちのインフラそれったものがかなり整備されてきている周りの私たちが住む環境が非常にいい方向に向かっている、まあ、医療の発達もその一つかと思いますで皆さん先進医療という言葉聞いたことあるかと思いますで先進医療っていうのは今のコンピューター技術を駆使して手術用のロボットあるいは手術用のナビゲーション そういったものが使われていいますそういった治療によって今まで治らなかった病気が治るようになるそれから健康寿命が延びていく大変素晴らしいことです、まあ、そのような先進医療一体誰が支えているでしょうか、えー、皆さんテレビの番組で神の手を持つゴッドハンド、まあ、そのような先生スーパードクターが紹介される そんなテレビ番組見たことあるかと思いますあの場面には医師それから看護師がテレビ映像として映り込んでいるわけですけども実はそこの中で映り込んでいないスタッフが必ず存在しますそれは臨床工学技師です臨床工学いわゆる医療機械のプロフェッショナルということで私どもは命のエンジニアと呼んでいます そんなわけで私もその医療の分野の中でいわゆる人工透析というものを今まで従事して研究もしてきましたで人工透析患者さん今全国で約30万超えてます、まあ、そのような治療に携わってきているわけですけれどもその中でですねどういった機械の動かし方 どういった条件が患者さんに一番効果のある治療ができるのかそんな研究をしてきているわけです今チーム医療というものが大きく言われています医師看護師だけではなくて薬剤師さんであったり検査技師放射線技師さまざまな医療職種があります臨床工学技師もそのチーム医療の一員としての責務 チーム医療にはなくてはならない存在であるということは言うまでもありません。